こんにちは、香川博です。本を書いたりブログを書いたりするときは山楠洋二という名前を使ってます。よろしくお願いします。さてと、世界の人とね、話題を持って話すためにちょっと世界の歴史に触れてみようというこのコーナーですね。今日はちょっとね、アメリカの独立ということについてもう一回振り返ってみたいと思うんですよね。アメリカが独立したのはね、1776年のことなんですね。もうかなり前ですけどね。それでも若い国ですよね。で、なんで独立したかっていうと、ご存知かもしれませんが、当然これイギリスから独立したわけ。つまり、イギリスがですね、アメリカにすごい高い税金をアメリカに住んでる人にかけたこと。これが、アメリカの独立の原因なんですよね。つまり、議会に人を送っていないのに、税金をかけるとは何事だという抗議から始まるんですけどね。じゃあなんで税金かけないと悪かったか。これも課題ですよね。それはですね、イギリスがその前に、フランスと戦争してたんですよね。これフレンチ・インディアン戦争とかね、またはヨーロッパでは7年戦争といって結構規模の大きな世界大戦だったんですよね。1756年のことですけどね、ヨーロッパの中での、いわゆる、なんていうのかな、覇権をめぐって、イギリスとフランスが対立して、そして植民地でも巻き込んでね、戦争を始めるんですよ。で、それで戦費がかかっちゃいました。で、その戦費をね、税金で賄おうとしたことがトラブルの始まりだったんですよね。1776年、1763年にね、戦争が終わってそのトラブルが始まるんですけれども、76年になってね、とうとうついに独立するぞと言って独立宣言をアメリカが出すんですね。植民地側がね。それで、植民地が一致団結するんですけど、当時の植民地って13州、東部にある13の州がまとまったんですね。それで独立戦争が始まりました。長い戦いの末にね、なんとかイギリスと講和して独立を勝ち取ることができたのが1783年のことなんですけどね。さてと、独立するときはね、みんな同じように税金かけられたくなかったから同じように戦ったんですけど、そもそも植民地って入植地じゃないですか。入植したところで、いろんなところでそれぞれが自治が行われてたんですよね。だから独立した後も、統一国家としてね、イギリスのような王国になっては嫌だなと。ね、王国から独立したわけですから、そういう考え方もあって、地方分権というかな、それぞれがそれぞれの自治を大事にして、法律も別々に持とうよという動きが、アメリカの中であったんですね。それに対してそうじゃなくてまとまった国にしようという意見もあったんです。これをうまく妥協させてできたのがアメリカなんですね。ですから今もね、アメリカでは州ごとに別々の憲法があったり、法律があったり、または、町ごとに教育制度が違ってたりとかね、いろんな意味で、それぞれの地域が自立性が強いんですよね。これがね、現在でもコロナウイルスなんかの対策、それが地方地方で違っていたり、ね。それから、さらにはですね、教育の制度ですら地方地方によって違っているとか、そういう一見まとまりのないようなアメリカ。それでいて、なんていうのかな、大国アメリカとしては一つの大きな国になっているアメリカ。この現実が見えてくるんですね。こういうことが、例えば大統領選挙の中でも、いろんなものの考え方の、議論の対象となるわけです。独立戦争の頃からのね、地方分権化、それとも統一した、一つの制度が必要なのか。この議論をめぐってね、いわゆる大統領選挙などが行われるわけですね。そんなことを今回はちょっと考えてみたいと思いました。